あ、皆さんこんにちは。2月最初に開催される予定だった見本市が感染症のために中止になってしまいましたが、オンラインで行われて、その時に得た商品最新情報がありますので、それを皆様にお届けしたいと思います。今回もこのチャンネルを見ている方々が興味を持つであろう雷魚、ナマズ、怪魚の情報に絞ってお伝えいたします。まず最初に紹介するのはフィネスさんです。フィネスさんからはいろいろな情報があるのですが、まず一つ目は久しぶりにアナコンダジュニアの注文ができました。確か2シーズンぐらい受注がなくて入荷できていなかったので非常に嬉しいです。そしてメーカー直で販売していたタンクコヨーテジュニアの怪魚シリーズですが、一般小売店では販売できないと思っていたのですが、問屋さんが持っていることが分かったので注文しておきました。このルアーについてはお問い合わせのお電話もいただいておりました。その方のお電話番号が分からないので、ここで発表するのを見ていていただけると嬉しいです。そしてヒップボックスニューカラーの情報もあります。継続して売れ続けているこの商品ですが、シーズンによって販売カラーが違うという特徴があります。2022年はこの5色となります。そして人気のロングバージョンの方ですが、これは従来カラーの再販といった形になります。次に紹介するのはボンバダーグアさんです。まず注目なのはこのパックロットです。ボンバダさんはグリップ脱着式のショートロットが主流で、ライトゲームロットのパックロットがあるというパターンでしたが、パワーロットのパックロットをリリースするというのは新しい展開ですね。具体的には3種類あって、とりあえずグリップはこんな感じになっています。スペックもご覧ください。そして他に300本限定のロットもリリースされます。ジャララ68というふうに読むでしょうかね。飛び吉の絵が書いてあるので、ブラックバスに対するこのゲームの特化型なのかなと思ったんですけども、適正ルアーキャストウェイトが8から 70g と幅広いので、いろいろなゲームが展開できそうですね。ボンバラシリーズは以前限定としてリリースされていたカムカムも本当に1回だけの販売だったので、今回も2回に分けて入荷というので終了しそうですね。そして新しいスナップもあります。様々なサイズがあって、いろいろなシーンで力を発揮しそうです。そして以前限定で発売していてもうなくなってしまったと思っていたペンシルバグの極上カラーですが、これが問屋さんで発掘されましたので、これも注文してあります。次に紹介するのはフィッシュアローさんです。まず人気のライザージャックにジュニアサイズが出るみたいです。以前から SNS で松本さんがテストの様子をアップしたりしていましたが、ついに具体的に発売となるようです。そして普通サイズも生産されるようです。ルアーの他につららさんとコラボでサワラキャスティングロットもリリースされるようです。20から 60g のブレードジグの早巻きに対応だそうなので、いろいろなターゲットに対して汎用性がありそうです。他にもビッグベイトシーバスロットもリリースされるそうです。2種類あってスペックはこんな感じです。フィッシュアローはブラックバスメーカーのイメージですが、スイムベイトやパワーロットなどをリリースしてくれるので、怪魚系のタックルとして紹介させていただきました。次に紹介するのはフィッシュマンさんです。まずガラス膜を作るという PE 用スプレーが新製品であります。 PE ラインの滑りを助長して飛距離をアップするそうです。キャスト性能を上げるロットをリリースし続けるフィッシュマンさんですが、ラインに働きかけるものまで出してきましたね。そしてアパレル関係はこんな感じです。興味がある方は声をかけてください。次に紹介するのはフロックプロダクツさんです。ノイジーとかダーターとかナマズに力を発揮しそうな新作がリリースされます。アラケンさんの SNS を見て何人かに声をかけていただきましたが、入荷数などが振り分けになる可能性がありますので、具体的に入荷するまでお待ちいただければと思います。次に紹介するのはランカーハントさんです。このメーカーは足付きフロックだけではなく、タガメやクモの中空ルアーというのを出していましたが、なんと新製品はトカゲです。形状を見ているとフッキングに難がありそうなので注文はしていませんが、コレクションとして欲しがる人もいるかもしれませんね。さらに新製品としてはゴキブリもありました。ランカーハントさんが過去に出したクモが意外と腹筋が良かったみたいな感じで使っていた人もいましたので、もしかしたらこのルアーも釣れるかもしれませんね。
カラーはそれぞれこのような感じになります。トカゲがこんな感じで、ゴキブリがこんな感じです。次に紹介するのはストックルワーズさんです。ストックルワーズさんからは個性的な形をした羽がついたクローラーベイトがリリースされます。シルエット的にもナマズに効果を発揮しそうですね。色もいい感じです。ストックさんからは他にもトップウォーターにこだわらない新しいブランドハイコートからミノーも発売されるようです。次に紹介するのはクワイエットファンクさんです。過去にリリースされていたセミの形ではないシンプルな形のクローラーベイトが新作として登場するみたいです。質感はウッドっぽく見えますが硬質発泡ボディみたいですね。カラーバリエーションはこんな感じとなっています。次に紹介するのはエクストリームさんです。先にフィッシュアローさんとのコラボやボンバラシリーズのロットを紹介しましたが、オリジナルロットの情報もあります。おなじみのパワーロットモンストロがアンサンド仕上げに変更されるそうです。さらにコローナやバリトーノがストローセッティングを搭載してリニューアルされます。スペックはこんな感じです。次に紹介するのはアカシブランドさんです。アカシブランドさんからは以前潜入シリーズで紹介した AB ポッパーに限定カラーの新色が発売されます。過去に入荷したものは全て売り切れていて支持されているのが分かりますので継続してリリースされるというのは嬉しいですね。龍儀さんのフックとボンバダリングを使っているというのでパーツへのこだわりが伝わってきますね。次に紹介するのは BP ベイトさんです。まずかなり個性的な形をしたトップウォーターミノーがあります。ウッド製ボディが癖のある動きを出すみたいですね。浮き姿勢の写真がありますがこれを見ていると弱った魚を連想させますね。他にはブラッシュアップされたポッパーもあります。関東メジャーフィールドから導き出されたということでかなり期待できますね。ということで2022年冬の商品最新情報をお届けいたしました。最初の最新情報をアップした時点では通常通り見本市が行われるということでしたがオンラインになってしまって残念でした。ただ商品の情報の数というのは多かったので皆様にしっかりお届けできたと思います。このようにこれからも定期的に最新情報をアップしていきますので皆様がアイテムの情報を追う参考にしていただければと思います。